めでたし、めでたし。ちゅうことやな。ルッコラの料理ならまた食べてあげてもいいわよ。こういう感じでこういろいろ人が来るんだろうね。ってことはだよ、この時点でまだ2人、しかも始まったばっかり。こりゃかなり長くなりそうだね。さあ収穫収穫。おほほ、いっぱいある。一回見つけちゃうともうここで量産できるようになるからめちゃくちゃ便利だよ。あ、緑の卵だ。新緑卵。おほほ、すごい。新しい卵をゲットした。これも卵。では進みます。どこに行ってないかがもうわかんないんだけど、よし。あー、助かってくれた、ラッキー。さっきの肩ロースとか美味しそうすぎる。お、ライチ。更年期イパネマがぶち切れてますね。イライラ、すやすや。もう正直ちょっとこの見飽きたんですけどね。もうカフェの仕事なんか魔法があれば一人で簡単に済むのにイライラするけどね。魔法が使えない分人は人なりにいろいろ工夫してるのよ。見てごらんなさいな。手渡し行くよ。はい、受け取った。よお客さん、料理お待ちどうさん。ね。それはそれで楽しいものなの。どうかしら、あなたもやってみたら？なんで私が？でも考えてみたら魔法が使えないなんて、私まるで人みたい。うん、人みたいに生きる工夫も知らないから人以下なのかも。上とか下とかめんどくさい子ね。いい？生きるのに。以上とか以下とかそんなもの関係ないのよ、この世の中には。わかって。いいこといいじゃないですか、一行さん。何が生きる工夫よ、私には。クリトメトリス。ゴミ箱よ。空中を舞い踊れ。えい。こんなもの。そりゃ呪文がすてあかんよ。ねえ。パワフルズッキ肉のソテーを作ります。あー、ナイス、一個あった。くそー、そういえば、
シリンプカクテル、美味しそう。シュリンプ美味しいよね。でも私エビって生で食べれないんですよね。あのボイルしてたりエビフライみたいにしてないとエビ食べれないんですよ。だからお寿司屋さんとか行っても絶対食べないです。お、ザリガニ。ザリガニここで使うんだね。怖い。シュリンプカクテル。隠し味いる？隠し味いるかな、これ。いらない気がするんだけど。ホワイトソース？違うな。ここで作っていきましょう。極上のほの甘シュリンプカクテル、イエーイ。どうしようかな。あ、まお、お部屋の掃除？そう、よろしく。魔法のスティッキ。え、これがゴミ箱に落ちてた？そうよ、魔法の杖よ。落としたんじゃないわ、私が捨てたのよ。何よ、いらないわよ、捨てたんだもの。いいからさっさと捨ててきなさいよ。ごちゃごちゃうるさいわね、人のくせに。いらないから捨てたの。ちょ、待てよ。お前見たでしょ、私が振っても何も起こらなかった。魔法の呪文を唱えても、こんなのただの棒切れ。そう思わない？